株式会社、サザビーリーグは、サザベやアフタヌーンティーなどのブランドで、バックアクセサリー、生活雑貨、医療品などの企画、販売、飲食店の運営などをグループで行っている会社。2005年12月に、株式会社サザビーから、株式会社、サザビーリーグに、称号を変更した。2008年4月から、純粋持ち株会社に移行。2011年3月に、 マネジメントバイアウトにより上場廃止。2015年3月には事業主会社を合併し、事業会社に戻った。創業者で元会長の鈴木陸さんが同社株の売却益をめぐって、東京国税局から約130億円の申告漏れを指摘された。一つ先のライフスタイルを提案している。かつて創業者の兄、角田裕二が設立したスターバックスコーヒージャパンは、 同社の関連会社であった。なお米国ニューヨーク州に存在する国際競売会社サザビーズとは無関係である。AB 株式会社、サザビーリーグ第11期決算広告株式会社、AHA は常務取締役の角田良太が全額出資する会社。角田良太は創業者である鈴木陸三会長の老い。サザビーリーグ創業者、 株売却益130億円申告漏れ、産経新聞2020年4月2日。ありがとうございます。